はい。皆さんこんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい、この時間は 79.7MHz FM ギノワンよりサザンサウンドをお届けします。はい、水曜日の担当は FM ギノワンのメグと、はい、陽気無邪気漢字作者のセイントこと岸本哉と言います。よろしくお願いします。今日もですね、トロピカルビーチより生放送でお届けしております。はい、ております。めっちゃいる。こんにちは。こんにちは。今日すごいたくさんいらっしゃいますね。やっぱ夏休みだから本当に来ますね。やっぱバーベキューとかして。部活の合宿かな。すごいたくさん部活の子たちがいるんですけど、ビーチに。すごいですね。走り込みやってますね。すごいかっこいい。優勝しろよっていう感じです ね。本当にもう頑張ってください。本当に頑張ってください。はい、今日も暑いですが。暑いですよ。もう汗びっしょり。もうやばい。もうさっきも垂れてるから、さっきからも布ね、洋服にさっき拭いてますけど、今もう暑くて。皆さんもね、ちゃんと水分とか、そうそう、水分なんてね、ぶっ倒れるよ。気をつけてくださいよ。うん、そうですよ。はい、はい、今日もね、ビーチから6時までお届けしますので、皆さんよろしくお願いします。かわいい。めっちゃ言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。さやくん、今年ね、はい、花火行く予定ありますか？ないんですよ。花火、花火大会めっちゃあるじゃないですか。和衣もしか分かんないですよ。なんで毎週祭りがやるよ。そうなんですか。結構いろんなところで行きました。なんかそう、なんか自分のツイッターとかでもめっちゃみんな花火とかの動画やってるから、うん、そうそうそう、行く人いないから、自分はちょっと行く人いないから、そうなんですよ。そこからちょっと、はい、花火ね、いいよね。もうカップルとかのイメージが強いから。なんかその、はい、花火にまつわる話、こんな花火行ったよとか、今からこんな花火行きますとか、はい、あとは手持ちでその花火あるじゃないですか。はいはいはい、はい、こんな花火好きですとかね。ありますね。花火にまつわる話をね、はい、テーマでお届けしていきたいと思います。はい、今日のテーマは花火ということで、今日もたくさんのメール、メッセージお待ちしております。お待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 数字の 797@fmginowan.com です。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。はい、パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック。スマホからは無料アプリリスラジでぜひお聞きください。はい。はい、ということで今日の1曲目、今日のね、はい、曲も花火特集で、花火特集、はい、お送りしていきたいと思います。はい、今日の1曲目は Mr.Children の花火。暑い。こんにちは。そらくん、ありがとう。そらさんもありがとうございます。暑い。やばい。さっきからもたれるんですけど。だってコイン溜まってるもん。あー、お風呂入ってきたのに。嘘でしょ。走って汗出す。
テスト来るって言ったから、うん、張り切ってたのに張り切って臭い状態大丈夫です大丈夫ですかいいやつ使ったんですよ、今日本当にもうどれでいい匂いだっていうセント君、アズマックスが愛すべき分かって、愛すべき分かって言ってたよ本当ですか嬉しいセント君、そうですかって言って嬉しい。明日のこのそれのとポスターとか持ってきたので、今日ちょっと詳しく少し言えたらなと思ってます。もうポスターできたの？はい。とあとチケットもあるので、もう1ヶ月前か。そうなんですよ。もう早くて早くて。はい。あー暑い。そうなんですよ。1ヶ月前だ。愛すべきバカっていうと、役がぴったりなんですよ。そう、ぴったりなんですよ、本当に。役が。舞台ですか？はい、舞台の役がもう合ってて、とっても。はい。やりやすくて、自分もそれは。嬉しいですね。このヤンキー系な不良、はいはい、ストーリーストーリーがちょっと不良系で、うん、もう本当に青春コメディみたいな感じです、うん、本当に笑いもあり、うん、ドキドキもありっていう感じで、自分はまあちょっと笑い担当だと思います。なんかどっちかっていうとドキドキはさせることはないかも、自分の演技ははい、なんかもう笑いしかないと思う、自分の演技は。あれはどこ主催って言ったっけ？あー、なんだった？なんか大阪もやってるみたいで、あとなんか ほとんどあちこちやってるみたいで、サテライト沖縄、そうですね、最近できたのかな、サテライト沖縄。初めてね、初めて舞台を、演技とか舞台やらせてもらうんですけど、やばい面白くてもともとそういう道なんです。自分はなんかそういうバラエティ関係、なんかテレビとバラエティタレントさん、はい、んで演技がなんか3番目ぐらいかなと思ってたので、はい、今回ちょっとチャレンジしようと思って、はいはい、楽しいですね、本当。いや、漢字とか読めるかなとかもあったんですけど最初だけだったんで、それがそう、後からもう全然慣れて、もう入っちゃえば、ね、入っちゃえば、はい、また遅刻みたいな。また遅刻と思って、ギリギリに滑り。シェアしてる。今は FM 機のままシェアしてます。面白いね。いますね。
かわいい。時刻は午後5時9分を回りました、はい、この時間は FM ギノワンよりお天気と道路交通情報をお伝えします、はい、お天気お願いします。はい、お天気います。今日2日北の風晴れ、波が 2.5 メートルになっております。でうねりをと、伴うみたいですね。はい、はい、で降水確率が 10% ですね。雨は降らないと思います。そして気温が日中の最高が34度、暑いです。はい、そして明日3日北の風、はい、後やや強く、まあ、晴れ、夜は曇りになるみたいですよ。そして波が3メートル、うねりを伴うみたいです、はい、そして全部 10% ですね。降水確率は全部 10% になっております。気温が朝は29度、最低が29度ですね、はい、日中の最高が33度になっております。はい、でちょっと、はい、沖縄本島地方の海岸海域ではうねりを伴い波が高くなっています。海上や海岸付近では3日にかけてうねりを伴った、高波、高波に注意してくださいだって、はい、でしかもね、台風も、ね、そう、台風がね近づいているみたいなので、台風5号の情報をちょっとね、はい、お伝えしたいと思います。はい、台風5号、はい、現在8月2日15時45分発表の時点で、はい、強さが非常に強い台風です。ですね、はい、現在日本の南の海域にいます。はい、で速さ、進行方向は北西、ゆっくり進んでいます。中心気圧は945ヘクトパスカル、結構大きいですね。で最大瞬間風速は、60メートルの予報となっています。怖っですね。大東島地方は3日は風が強く吹き、4日は非常に強く吹く見込みです。はい、沖縄本島地方は4日に風が強く吹く見込みです。強風にご注意ください。はい、そして大東島地方の沿岸の海域はうねりを伴い2日はしけとなり、3日から5日は大しけとなる見込みです。高波にご注意ください。はい、そして沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い4日はしけとなり、2日から6日にかけて大しけの見込みです。高波にご注意ください。ああ、そうなんだ。はい、また雨、洪水警報などは順次お伝えしていきたいと思います。はい、今のところまだちょっと遠いみたいなんですけど、週末ね、来そうですね。はい、ご注意ください。はい、では続いて道路交通情報です。現在沖縄自動車道の方は特に目立った交通渋滞、事故などありません。スムーズに流れています。はい、そして、宜野湾市内の道路交通情報です。宜野湾市内現在、県道34号線王者名から前原に向けて、うん、こちらが長い渋滞が発生しております。はい、その他、国道58号線伊佐交差点付近で短い渋滞が発生しています。その他のところはスムーズに流れているようです。運転される際は十分気をつけてゆっくりと走行してください。はい、以上、天気と道路交通情報でした。では CM の後、 CM 挟んでゲストさんの登場です。コーナミね。コーナミですよ。今日まだマシです。大しけって何です？大しけって波が高くてしけてる状態。しけてる、あれです。結構波高いですよね。やっぱり風が強いから。あ、ミクロさん、もうちょっとこっち寄って、はい、画面に入る感じで、あ、いい感じですね。いい感じですね。すごい、皆さん暑いんですよ。私、隠れてたんですよ。めっちゃ暑いです。もう垂れまくりですよ、本当。もう、あ、白熊スタッフ、ありがとう。ありがとうございます、ゆめさん。いっぱい拡散しとこ。島袋さん、
ゲストさんをお迎えしてます、自己紹介でお願いしますって振るので、はい、マイク持ってもらって、これは名前を軽く、はい、名前をだけで大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。スイッチ入ってますか？はい、めっちゃ緊張してる。フォローしてください。私もめっちゃ噛み、あ、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫ですよ、うん、ね、毎日噛んでますから。毎日、はい、大丈夫ですよ。漢字間違えます。そう。読めないからね。読めないので難しいですね、日本語。わかります。私もいつもそれで終わります。難しいですよ、日本語。そう、難しいんですよ。FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、ここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお届けしたいと思います。はい、今日のゲストさんはこの方です。では自己紹介でお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。一般社団法人スポーツ沖縄のマネジメント兼メディカルスタッフをしています島袋彩乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は島袋彩乃さんにお越しいただきました。はい、はい、そしてですね、一般社団法人スポーツ沖縄からいらっしゃったということなんですけども、うん、一般社団法人スポーツ沖縄とはというところから教えていただいてよろしいですか？はい、ありがとうございます。一般社団法人スポーツ沖縄とはですね、まず競技力向上のためにですね、競技団体と一緒になって、選手の強化、育成を私たちの方でサポートします。はい、あと健康関連の方でですね、健康増進のプログラムだったり、はい、運動機能改善プログラムということをやってます。うん、私たちのメンバーがですね、トレーニングを教えたりだとか、はい、あと体力測定をして評価する研究員さんが近くにいますので、はい、力を合わせて、はい、トレーナーの活動をされていらっしゃる。はい、そうですか。はい、その体力測定なんかもね、やっていらっしゃるという。今日ね、ビーチにね、スポーツやってる方結構いるんですよね。いますよね。はい。ねえ、皆さんぜひ聞いてくださいね。本当ですね。ぜひお願いします。スポーツ沖縄の島袋さんいらっしゃってますからね。いっぱいいますよ。はい。で、何やら今度、実はですね、はいはい、オリンピック選手を、未来のオリンピック選手大募集っていうのをね。すごいんですけど。はい。これは。あるみたいなんですけど、はい、こちらの、内容ですね、軽く教えていただけますか？はい。こちらですね、もう先ほどありがとうございます。未来のオリンピック選手を大募集ということで、はい、沖縄から世界へということですね。はい、将来起きるオリンピックだとか、はい、世界大会に向けて有望なアスリートを沖縄から発掘して競技団体の強化育成のもと世界へ活躍できるアスリートを輩出させることを目的として第1回今回開催しております。アスリートですね。ここから、ね、沖縄から世界へということですよ。すごい。このね、アスリートを輩出させるということなんですけど、アスリートの方、はい、種目って決まってるんですか？うん、はい、今回ですね、対象とさせていただくのが、はい、自転車、ボート、はい、ラグビー、と重量挙げの4種目に、絞って募集をしてます。はいはいはい、そうなんですね。じゃあその種目 の, 専門の方っていうのがいらっしゃるんですか？あ、はい、そうですね。今回、うん、こちらの自転車、ボート、ラグビー、重量挙げの競技団体さんに協力をしていただいて、はい、こちら一緒に体力測定をして評価を行うというシステムになってます。へえ、すごいですね。今から活躍されるっていうことは、うん、子どもたちだと思うんですけども、はい、対象は何歳から何歳ぐらいの方ですか？はい、じゃあ対象は小学生5年生から。うん、から一般の25歳までに対象としています。はいはいはい、25歳までの方。なるほど。これは今、うん、なんていうんですかね、この種目をやっていて、はい、でどんな人たちに来てほしいんですか？ですね、うん、こちらかというと、はい、今スポーツしてる他にももしかしたら自分、うん、他のスポーツが向いてるんじゃないかなとか迷ってらっしゃる方、はい、などを、ちょっと来
ていただけたらなと思いまして、能力のある子をじゃあ発掘して、その子に合わせた適性を見て、こちらのこの子に対しての可能性というのを広げられたらなという。すごいですね。専門の方が見ていただいて適性をね診断してくれるっていうことなんですけど。すごいですね。これ、でなんかダイエット目的で来る人もいるんですか。それはないですよ。なんかプールとかあるじゃないですか。そのダイエットでもいいですよみたいな来る人、ボクシングとかでもダイエットのやるんですよ。ありますか、これって。なんかそういう奥さんとか。それはない。今回に限ってはですね。ない。はい、将来の、まあ、オリンピックだとか、はい、オリンピック、オリンピックですね。ダイエットは各自やれと。はい、そうです。そうですね。今回でも自分の可能性を知りたい方とか、うんうんうん、あと今は体力レベルを確認したい方とか、はい、今やってる種目の転向を考えてる方とかも募集してますので、はい。で今回はこの運動能力測定会があるということなんです。はい、はい、測定会をするっていうことはやっぱり小学校5年生とかね、何が向いてるのかって分かんないんじゃないですか。分からな、ねえ、そこでなんかその測定をしてここが飛び抜けてるからここ伸ばしたらいいよとか、そういうことですか。あ、そうですね。自分の可能性がちょっと分かる。すごいですよね。ねえ、これの測定会をやるきっかけっていうのは何かあったんですか。はい、私たちスタッフがですね、もともと国立スポーツ科学センターってところにいまして、アスリートのトレーニングを専門に見てました。で、まあ、その沖縄、皆さん沖縄出身なんですけども、まあ、どうしても沖縄から世界に選手を出していきたい、で沖縄からもオリンピックへとか、メダルを取れる選手を輩出していきたいというのが目標で、はい、そちらがきっかけで今回の、まあ、第1回ということで、はい、各競技団体さんに協力をしていただいて、はい、この測定会を開催することになりました。なるほど、なるほど、はい、今回の、開催の場所を教えていただいてよろしいですか。はい、はい、8月12日土曜日、こちらは沖縄国際大学の多目的グラウンドで行われます。で8月13日日曜日、こちらは明王大学北部障害学習推進センター内で行われます。はい、8月14日ですね、こちら月曜日は沖縄セルラーパーク那覇内で開催されます。参加会場もあるんですね。あ、はい、そうです。はい、宜野湾市内の方はぜひ沖縄国際大学の方ね、近いので12、13、14、そうですね、12日ですね。で、こちらは参加費はしますか。はい、こちら一般は1500円で、学生の方は1000円で参加費をいただいています。はい、はい、うん、こちらの申し込みはどのようにすればよろしいでしょうか。はい、こちらですね、お名前、生年月日などちょっと必要情報がございますので、はい、詳しくは、スポーツ沖縄のホームページと、はい、あとスポーツ沖縄の Facebook で検索していただけますと、はい、の詳しい内容が記載されてますので、はい、こちらを見ていただいて、はい、申し込みのメールをいただけたらと思います。はい、わかりました。今ですね、必要情報ですね、ちらっと見てるんですけど、両親の身長っていう項目が気になるんですけど、これは、はい、確かに、うん、そうなんです、両親の身長から、はい、推測して、この子の将来の身長っていうのを、そうなんできるんですよ。はい、こちら面白い、スタッフの研究者がすごい。やっぱり小学生だとさ、今から伸びるか分からないからね。はあ、ね、そんなもできるんだ。そうですね、あくまでもでも推測な推定なので、まだそのそれまでの睡眠時間の環境だったりとか、食事だったりとかにして多少の誤差の、はい、あるかもしれないです。はい、なるほど、未来のオリンピック選手がここから出るかもしれないですね。すごいな。ね、ちょっとでも気になる方はぜひご応募ください。はい。はい、そして、夏休み企画もあるということで、こちらも教えていただけますか。はい、ありがとうございます。こちら夏休みスポーツアカデミーといいまして、小学生の1年生から6年生を対象としましてですね、はい、8月7日から11日、8月16日から18日の2コースに分かれて、はい、多種目を
走る、飛ぶ、投げる、打つ、泳ぐなどの基本的な動作を夏休み期間の短期的な集中的に、学習して有意義な夏休みを皆さんで過ごしましょうという企画でですね。いいですね。これは、いつ開催されるんですか？はい、こちら8月7日から11日のコースに関しては、はい、基礎的なトレーニングとゴルフ、水泳がございます。はい、で次ですね、8月14日から18日、この期間はですね、基礎的なトレーニングとテニス、水泳が行われます。はい、これは夏休みの企画ということで、お子様対象ですか？はい、そうですね、小学生、はい、1年生から6年生までが対象となってます。はい、いいですね。なんかたくさん種目があるみたいで、ゴルフも水泳もあったりとか、学習時間は何するんですか？この5日間ですね、はい、1つのコースに限って5日間開催されるんですけども、その間に運動だけじゃなくてしっかり勉強もしましょうということで、この時間、1日の中で学習時間というのを設けて、運動も勉強も両立 しましょうということで、素晴らしい。ぴったりですね。夏休みぴったりですね。本当にちょっと興味があれば、ぜひね、これを体験しに行くのも、もう夏休みの期間に使ってね、行っていただきたいですね。へえ、すごいな。ねえ、楽しそう。夏休み、楽しくなりそうですね。でも小学校って言ったら全然自分、もう、ドッジボールとかも、あいつ当てようぜみたいなのも当てられてたし、すぐ落ちてたし、自分自転車が乗れなくて、はいはいはい、それで昔は乗れたんですよ。もう20になって、本当にもう乗れなくなっちゃって、はい、25って書かれてるから。自転車の乗り方を知ってます。本当にもう、そこからちょっとやってもらおうかなと。全然自分もスポーツできない方なんですよ。はい、バレーしかできなくて、自分。あ、バレーボール、ダンス、はい、あ、ダンスのバレーを、この、これあ、バレーボールの方、はい、バレーボールの方なんですけど、ほとんどできないんですよ、他のスポーツが。だからちょっと、ね、強化したい。島袋さん の得意な種目っていうのはあるんですか？得意な種目ですね、私、はい、もともとずっとバスケットをやってたんですけど、はいはいはい、まあ、バスケットが好きでやってて、かもなく、不可もなくみたいな。そうなんですか。はい、沖縄はバスケすごい盛んじゃないですか。すごい、確かに、はい、人口、バスケ人口多いですね。食べに来ますよ、よく。バスケの、なんだっけ、ゴールデン、なんだっけ。キングス。あ、そうそう。そう、キングスの人たちが、金タコ食べに来ますよ。あ、本当ですか。長田の、はい。そう、ゴールデンってなんだ。キングス。そう、キングスの方来ますよ、よく、食べに。有名だね。そうなんだ。今見ている選手ってのいらっしゃるんですか？今ですね、見てる選手はいらっしゃらないんですけど、今テニス協会の競技団体さんと一緒に、はい、テニスの協会したい子たちを、私たちのトレーニングをサポートさせていただいてますね。はい、そうですね。そういったそのアスリートのサポートをしたり、ますます沖縄からアスリートが生まれたらいいですね。そうですね、もう具志堅さんみたいな ねボクシングからも出てるから。最近またね、一人出ましたもんね。なんだっけ、大吾さんでしたっけ。大吾さん、はい、ですよね、ボクシングの、はい、もうね、いっぱい出てくれたら全然嬉しいですもんね、沖縄から。そうですね、環境もすごいやっぱりいいと言われてますので、そこでなんかノウハウを持った方たち、指導者でしたり、あとトレーナーさんだったり、という方たちが皆さんとつながって選手協会を育てるために、やっていけば、また沖縄から世界へ、たくさんの人がいるといいですね。そうですね、夢が膨らみますね。さて、もう一度ですね、未来のオリンピック選手大募集という、こちらを、ね、紹介させていただきます。沖縄市内では8月12日土曜日、沖縄国際大学多目的グラウンドで開催されます。各会場の受付時間は9時から17時、最終受付が16時30分となっております。対象が小学校5年生から、一般の方25歳まで大丈夫です。一般の方は料金が1500円、学生の方は1000円、そして、種目は
自転車、ボート、ラグビー、重量上げとなっております。こちら参加ご希望の方はホームページか Facebook の方をご覧いただいてお申し込みいただきたいと思います。一般社団法人スポーツ沖縄で検索してください。よろしくお願いします。はい、ということであっという間に時間になってしまいましたが、はい、黒さん、ぜひリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、はい、ぜひ私が未来へ出たいっていう、ね、すごいもう思いがある方はぜひ参加してみてください。それ以外にもですね、はい、自分の可能性を知りたいだとか、あと自分の体力レベルって今どのぐらいのレベルなんだっていうことを知りたい、確認したい方はぜひお茶の方に参加していただいて、興味がある方、はい、たくさん私たちの活動も Facebook に載ってますので、 Facebook 一般社団法人スポーツ沖縄で検索してください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は島袋さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで1曲お届けしましょう。今日は花火特集ということで、はい、この花火はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。周りにもいたらぜひ、はい、すげえ楽しそう。あ、これですね。これのチラシとかありますか？はい、チラシで何枚かあったら、あの本部の方に置かせていただきます。次はいいでも大丈夫ですか？はい、こちら置かせてもらえるんですかね？お願いしたら。あ、こっちで問い合わせしたら大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。自転車ってスポーツなんですね。自転車です。オリンピック種目も入ってますね。あと競輪がございます。すごい、いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。何かあればぜひ。はい、ぜひ。ありがとうございます。はい、はい、6時まで放送があります。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。そうですね。これなんですよ。わあ、すごい。ちゃんと感じに。おまけ。そうなんですね。自分でテイストするんですか。はい。あ、一人はどうも。あ、知ってるんですか。あ、そうなんですか。あ、番組やってたり。あ、そうなんですか。全然合わないんですよ。あ、そう。はい、合わなくて。稽古の日っていっぱいある。めっちゃ8月から多いんですけど、全然合わないです。行きますね。どうすくんでしたっけ？どかすくんですか？髪が見せてある。そう、腰抜けが重要なんですよ。そのダブルシェアの女の子が、ゆうこさん。この子が、彼女役。ちゃんが出るの？はい。ちゃんも出てる。FM議論ですよね、確か。OBP の。アイドルなんですよね。ね。そうなの。桜子。桜子として出るんですね。すごい、なんか、FM 議論に締められてめっちゃ面白い。多いですね。つるくん、ありがとうございます。そけんさんということで、どうも、なんて読むんだろう、たかしさん、たかしさんって読むんですかね。あ、そけんさん、ほんとだ。 GTO って、 GTO 好きなんですか。それまちたかしなんて。はじめまして、セイントと言います。よろしくお願いします。ゆくゆきの方に放送しております。
間過ぎてるのね。はい、CM に行かない。まぶしい。花火ですよ、今日は。さっき変な人来たよね。来てましたね。めっちゃ見られてた。絶対酔ってる。年下っぽい感じがしたけど、なんか若かった、うん、矢野わらばと思いながら。矢野わらばは悪ガキって意味です。矢野わらばっていう歌詞を。あ、います、あれは悪ガキっていう意味らしいですよ。へぇ、そうそうそう。時刻は午後5時37分を回りました、はい、この時間は FM キノワよりサザンブリーズをお届けしております、はい、さあ今日のテーマは花火ですよ。はい、お届けしております。ツイキャスの方にたくさんコメントいただいているので読んでください。はい。結構下の方からずらーっと。あ、もっと下かな。はい、あれでいいのかな。はい。え？読める？京都？うん、京都に。京都にいる頃、彼女が有料観覧席を取ってくれて、ビビビビ。琵琶湖花火大会を見に行き、ずっと居眠りしてて激怒されましたと。いやー、シュプリームさん、あららら、せっかく有料の観覧席取ってんのに、一緒にね、琵琶湖行ってるのに寝ちゃったんだ。それはもうね、もう怒られますよ。花火起きるでしょ。確かに退屈だったんかな。花火上がるまでがちょっと退屈だったかな。長かったのかな。長かったのかな。なるほどね。なかなか始まらない、ね、はい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 。そうなんだ。花火大会ちょっと苦い思い出ですね。うん。つるくんさんもコメントいただいてます。はい、日本一の花火とも、うん、ここ、ね、あ、ここですね、はい、花火ですが今日に、うん、あ、新潟の何だろう、長岡花火ですっていうか、新潟もあるみたいですよ。そしてなんか日本一の花火とも、何だろう、とも言われる花火 BS 放送では生放送をやるみたいです。皆さん BS とかでもやるみたいなので、ぜひぜひ見てみてください。何といっても、平原綾香のジュピターに乗って上がるフェニックス花火が圧巻ですよ。ほう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 、すごいね。長岡花火知らなかった。
新潟でやってるんだ。ね、昨日ね、8月1日は大阪では、はい、PL 花火って言って、はい、めっちゃ多いよ。何万発だったかな、12万発だったかな、すごいですね。すごいたくさん、うん、ちょっと前はね、一番多かった。PL 花火、何の略ですか、PL 花火。 PL 教の花火、はい、PL 教、うん、PL は PL の塔っていうところがあって、はいはいはい、そこから上がる花火があって、で、あの、うちから見えてたんですよ、はいはい、それが。で、それをもう20年間毎年見てたから、はい、結構飽きたみたいな感じ。あ、帰ってたんですか、8月。うん、だからもう物心ついた時からもう家から見えるから。あ、そうなんですか。うん、一人暮らしで家出るまでね、毎年花火家から見れてたから。うるさそうですね。いっぱい、すごいよ、音が。また人も音もね、すごい感じで。花火か、もう羽衣祭りしか自分ないんですけど。羽衣祭りもね、今度、うん、上がりますよ。なんか遅くやるみたいですけどね、開催は。そうそう、9月30と10月1日に花火やるみたいなので、やります。多分自分、千徳は青い浴衣着て歩いていると思うので、うん、見つけてください。見つけてください。いると思いますので。沖縄の花火、この間あの行ったあのコロナサンセットフェス、はいはいはい、でも最後ね、あの上がりましたよ、花火が。はい、サカナクションの時に、サカナクション終わりで上がった花火がすごい近かった。沖縄のね、あ、ビール行ってきました。40分で1万発。もう1万発に減ったんだ。2万発だったもんね。へぇー、反町隆さん行ってたらしいです。なんか PL はパーフェクトリバリティ教団、うん、あ、そうですね、契約なんだ。天神、はいはい、祭りと PL の花火大会やばいよねってコメントいただいてます。すごいよ。で、沖縄の花火大会のね、情報をね、お伝えしましょう。はい、ね、毎週日曜日に茶壇で打ち上げ花火上がってるそうです。知らなかった。知らなかった、自分も。毎週、うん、毎週、毎週末日曜日上がってるみたいです。嘘。あと、マンザビーチが8月30日花火があります。はいはい、から8月20日、20日、与那原の大綱引きのラストに花火、エイサーがあります。はいはいはい。だから近くだと8月5日、今週末土曜日、東村の花火、お祭りがあるらしいです。あとね、8月27日、これは、ここでしょ、見つかってきたね。あれでしょ、台風来るからね。あー、ちょっと ね気になるところです。どうなんでしょうかということなんですけど、ね、こんな感じでたくさん花火大会がありますね。なんか沖縄ってもう毎週末何かのイベントで花火が上がって、はい、8月も祭りですよね、本当に。そう、8月も9月も10月もありますからね。あー、まあ、行きたいさ、本当青い浴衣着て、はい、行きたいですね。行きたい。はい、たくさんおメッセージありがとうございます。はい、メール来てた。あ、メールがここですね、来てましたので。はい、はい、メール言います。ハイサイ、メーグ、セイント、モービー、ヤイビー氏が朝のモーニングエイトで、はい、ガラスの向こうでキッチ掃除してるね、してるね、ーねーねーねーや、うん、メーグ屋さんにって言ってますね。メーグ掃除好きだね、うん、生まれ変わったら結婚しような、はい、定芸あさってくらいに。あさってくらいに。今度メーグにお願いがあるやつさ、エプロン1枚で掃除して。何やってるの。したらワンも一緒にエプロン1枚で掃除するよ。セイント、ヤナシケベーグはヌーカ、え、ヌーカンゲートゥーガワンの頭見ただけで腹立つ男の子のセイントくんって。エプロンで突起掃除するって意味、イミルヤンドアンシェ、すごい。すごい。全部なんか読んでましたよって意味で言ったんでしょ、それ。そうですよ。あの、裸エプロンで意味なのかなと思ったら、うん、違う、セイントスケベって意味でしょ、これ。そうそうそう。すごい。読んでる。え？正解ですよ。正解ですよ。すごい。全部読まれた。
今あっち の、はい、あの球団のスタジオが配置替えをして、はい、あそうなんです、そうなんです、ギャラリー側にカメラを向けて、あ後ろが見える形で、あそうなんだ、放送してるんですよ、月曜日から、あそうなんだ、うん、それで朝掃除してたギャラリー掃除してたら全部放送で見えてるあそうなんだ、なるほどね、そのことを言ってる、あうわすごい、全部読まれたね。はい、ということで今日は花火というテーマでお送りしております。はい。ここで一曲、関ジャニ∞の純情恋、純情恋花火。はい。します。後ろ見えますね。翔太郎。あれそうなんだ、そう後ろ見えるんですよ、ゆきさん、あゆきさん、そうありがとう、いるかな、ゆきさんありがとうね、来てくれて、ゆきさんありがとうございます。たついさん、この曲一番ぐらいでセーバーとしてお知らせ、はい、アイス食べたい、本当ですね、うん、家着いたので落ちますということで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます、つるくんさんね、ありがとうございます、朝も見てくる、FM ギノワンからサザンブリーズお届けしております、はい、さてさて今日はですねお知らせがいっぱいあるんですよ、はい、はいね、そうですね、8月になりました、はい、なりました、せいやくん誕生日は8月14日そしてめいぐいさんがね8月19日はい誕生日なんです、近いんですよ、はい、ということで、はい、真ん中の誕生日の8月16日にはい、サザンブリーズ水曜日誕生日特別放送をしたいと思います。いやもうねこんな祝ってくれる人がいるってのは本当嬉しいんですよ私は、お祝いしよう、やっぱり8月ってね夏休みだから誰にも祝ってもらえないっていうのと、また沖縄お盆とかが今回は遅いんですけど、うん、沖縄9月にあるんですけど、ね、かぶると、そうかぶるから全然各家の予定で、そう全然友達に会わない、そう呼べないし、そうなんですよ、そうなんですよ、本当に夏休みに誕生日って結構不利やね、もう不利不利だし、もう給食時間みんなでね、なんかもう牛乳持っておめでとうって言ってますけどもそんなんないから、ね、ないから、本当にもうね、ここでやっちゃいましょう、やりましょう、本当にもう、はい、でね、その日にね、プレゼント交換も考えてるんですよ、そうなんですよね、はい、楽しみですね、プレゼント交換の企画をんですが、はい、その、私はせいやくんにプレゼントするものの候補がいっぱいありすぎて、ちょっとそうなんですか、これをちょっとリスナーさんにアンケートしようと思って、ああなるほど、ツイッターでアンケートを発動します、お、はい、お願いします、なので皆さんにせいやくんにあげたいプレゼントを選んでもらって、はい、結果は16日の放送をお楽しみにということで、あ楽しみそれ、ね、何になるか分からない、自分もいっぱいあるんですよ、このめいぐいさんにこのプレゼントっていうか、家族会議したんですよ、家族会議しました、もうすぐ家族で会議して、いや女は違うんだよって女はこれだよとかずっと親に話されたりとか、そうそうそう、もうすごい会議してて、岸本家の会議、そう岸本家の会議をしてました、お楽しみにということでね、他にもなんかいろいろとね、そうやりたいですね、企画なんか、うん、ね、みんなで考えましょう、考えたいですね本当、うん、ね、それから今日はたくさんちょっとお知らせがあるのでね、はい、サクサクといっちゃいましょう、いっちゃいましょう、はい、FM ギノワンからのお知らせを、はい、させてくださ
ください、はい。先週ですね募集していたリスナープレゼント、モビーディック号ディナークルージングの招待券、抽選の結果当選された方を発表します。お当選された方はひーふーみーさんです。おめでとうございます。ひーふーみーさん、ぜひあのチケットの期限が9月30日までですので、はい、FM ギノアに取りに来てください。ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします、はい。そして新たなリスナープレゼントがあります。お琉球交響楽団さんからプレゼントで、0歳児からのコンサート、8月6日にパレット市民劇場にて行われます。オーケストラと遊ぼうとか、聞いてみようオーケストラというプログラムがありまして、手遊びアニメソング体験コーナーもあります。コンサートが行われます。で、前売り券が大人1,000円、子どもが500円。このチケットをですね、親子2組様にプレゼントいただいておりますので、はい、リスナープレゼント希望と書いてメールでぜひご応募ください。はい、はい、8月6日までです。6日、ね、なるほど。はい、そういうふうに応募していただけたらと思います。はい、そして先生とかからのお知らせです。はい、お知らせがあります。はい、他にありますか。そうなんです、皆さん、このはい、ということで、あの私、はい、先生とかがですね、あの舞台の方をあの今やっておりまして、はい、でタイトルも発表したいと思います。腰抜け男ども、義理と人情は女が見せてやるという、すごいタイトル、はい、舞台の名前になっておりまして、腰抜けがあの自分になっております。基本、はい、であの、そうですね、で、はい、自分の彼女役の方がもう本当に強くて、はい、はい、もうこういう感じで、はい、強い感じになっているんですけども、本当に笑いあり、うん、もうなんかもうドキドキもあり、本当にもうちょっとうるってするシーンもあるの で、いい、面白いので、ぜひぜひ皆さんもう見に来てください。本当にセイント君をみんなをだみんなを見に来てください。そして公演日は、公演日がですね、9月2日土曜日の7時からですね、うん、はい、であと9月3日日曜日が、2回あります、1時と5時の時間帯になります。で、ね、再開、はい、でチケットとかはですね、僕が一応持ってるので、はい、あ、はい、セント君にそうなんですよ、お願いしたらいいんですか。はい、僕に直接会って、はい、あのお渡しするという形になっております。はい、でですね、もう売りあのチケットがまあ3,000円になっておりますので、うん、まあ、当日がねちょっと3,500円なので、あの選択になった方がいいぞということで、はい、はい、ぜひぜひ。で、会場が、あ、そうですね、会場が、はい、沖縄市の、はい、小劇場、はい、アシビナになっておりますので、もうぜひぜひ来てください。もうチケットいっぱいありますので、ね、はい、しかもね、キャストがねこちらに発表されてるんですけど、はい、もう FM ギノアンのメンバーが多数出ております。なんとなんと、せいやくんをはじめ、OBP 美少女プロジェクト、沖縄美少女プロジェクトのゆうこさん、はい、で、ゆうこさんが彼女役です。はい、ゆうこさんとダブル主演、そうなんですよ、すごい、ね、そうなんだ、はい、あとね、ひとみも出ます。おー、ひとみさんも出て、あと糸数ゆうまくんも出演されます。はい、すごい。そして、サテライト沖縄の東さん、はい、東さんが、東さんは演出もして演技もします。演技もするんだ、はい、出演もするんだ、はい、ね、そうですね、すごい、なんか、はい、FM ギノアにゆかりのある人たちが、そうなんですよ、本当に楽しいので、ぜひぜひね、皆さん来てください。ぜひ、はい、見に来てください。9月の2日、はい、3日、はい、です。よろしくお願いします。このね、チラシの方は FM ギノアの方に貸していただくので、ね、はいはい、お願いします。皆さん、ぜひチェックしてください。はい、お待ちしております。はい、はい、ということで、そろそろエンディングになってしまいましたが、ね、はい、ズーキャスの方にコメントが、シプリモさん、9月が誕生日なんですね。そうなんですか、自分、はい、誕生日放送何日ですか、そうですね、お願いします。そして腰抜け男、まさにハマり役、そうなんですよ、もう捨てますから、自分役的にも、彼女を捨てるという役なので、や
ばい。はい、じゃ楽しいですよ、本当に見に来てください。ねえ、そしてひとみも出るんで、あのエイビックというね、番組の。あ、なるほど。エイビックリラジオという番組のひとみも出ます。めっちゃ楽しみですね。面白いですよ。はい。よろしくお願いします。ということで今日は花見をね、コメントたくさんいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そうか。この間さ、はい、あの浴衣放送したいね。そう、したい。したい。誕生日の日。あ、そうしましょう。誕生日の日やりましょう。ね、うん、あるかもしれない。誕生日の日に浴衣姿で来ましょう。絶対暑いけど。こっち来てきたよ。そうですね。はい。はい。ちょっと用意したいと思います。はい。誕生日企画ね、皆さんぜひ参加してください。アンケートポチッと、はい、押してくださいね。はい。今日の夜、ツイッターの方にアップしますので、はい。はい。よろしくお願いします。ということで、そろそろエンディングの時間になってきました。この後ですね、6時から新しい番組が始まります。はい、はい、はい。ユンタク二平デービルという番組で、はい、始まりますので、はい、ぜひお聞きください。はい、それでは今日、サザンブリーズ水曜日の担当はメグとセイントでした。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。楽しみ、これ。楽しい。本当に。この人も？そうなんですよ。多分ユニットでほとんど出るんじゃないかな。あ、この人もだ。一緒？そうですね。うーん。ユニットで。これ何枚かある？あ、あります、あります。皆さんお疲れ様です。